さあ、今週はいろんなことがあってね、私の周りではね、はい、小倉優子ちゃんが、ね、結婚報道があって、はい、まあ、本人の、気持ちじゃないらしいんですけど、とにかく昨日もその優子ちゃんがね、わざわざあの、要するにみんなに言ってから新聞とかに載りたかったと、それを言わないまま載ったんで、で本人も、来年のね春に結婚するつもりはないのに、こう結婚って、なってしまったらしいんですよ。それで、あ、申し訳ないっていうのでね、ゆうこりんからは連絡あって、あの、とにかく皆さんに先に言ってから言いたかったのにこんなことになりましてと。うん、言うたんでしょうね、ほんないつもの口調で。何？こそこそすんなみたいな。先生の開口一番の。そんなやったらこそこそすんなお前とか。あの、そんなこと言うてたんですか。人生の大事な時やから。よく抑えられましたね。やからじゃないから。あの、そんなね、のべつ巻くらしいね、あの、怒ってる場合じゃないんで。とにかくあの、あ、そうって、まあね、前々から我々は実は知ってたんですね。あの、その、相手の。で、要するに、スマップ、スマップの、ヘアメイクさんとか。かっこいい人じゃないですか。ね、イケメン、ね、見たけど。あ、かっこいいの俺は。かっこいいじゃないですか。あの、まだ、あいつとこいつが同一人物で定かじゃないんですけども、細身のやつでしょ。かっこいいですよ。40歳やったかな。そうですね。40歳、松市かな、はい、松市かなんかやな。はい、それで、どこから漏れたのか、誰があんな発表したかわからないらしいんですよ。あ、わかんないんですか。ゆうこりん自身は。でも、パーティーなんかしたとかやってる。あれがやってないんで。それでそれで昨日はやってないんですのにって、それはあのね、あのマネージャーちゃうかいう話をしてたんですよ。とにかくあのうちに俺の結婚のね、俺もあのみんなに言う前に新聞にすっぱ抜かれましたから、完全にうちマネージャーでしたから。あ、それもマネージャー、吉田っていうマネージャーなんですけども、はい、悪気はなかったんですよ。あ、そうか。もう本人も、うん、おそらく11月か12月ぐらいに、籍入れるから、うん、その段取りをしてもらおうと思って、うん、もう結婚する、予定だったんですけども、うん、とにかくコンサートを10月までやってましたね、うん。それ終わってから、落ち着いてから発表しようと、うん、思ってた矢先に、9月、発表になったんですよ。新聞がバーンとすっぱ抜いたんですけども、うん、なんでかなと思って、ほんなら、新聞記者が、うん、うちは放置新聞だったと思うんですけども、うん、吉田のとこへ、さんまさんとしのぶさん結婚なされるんですかねって言ったら、うん、しませんよって言ってくれたら済んでたんですよ。うん、本人に聞いておくなれ。マネージャーが言うことがおかしい。でも、それはクエスチョンですからね、まだ。まだクエスチョンやけど、これはもう、新聞社としては、ゴーサインだっていうのも、ね、早い方が、まあ、いいみたいな、ところあるじゃない、向こうは。まあ、感づきますわね、まあ。おいで、その後、表現族の日だって忘れもしない。三万とか、放置新聞社来ましたかって、来てないよって言って、えとか言って、いや、何が言うて、いや、忍さんと結婚なさるんですかって、今、きっとお前なんで答えたんやって。それ本人に聞いとくなら言うたんですけど。いや、それあかんやんか。あー、ウケるわ。とか言うから、怖い。みんな、人の人生のことで怖い。我々、その、とにかく言う問題、ジャイマンガなんて、わっけのわからん。面白い、その人。全然面白くなかったですよ。その時は全然面白くなかった。これで、スパーンと、すっぱ抜かれて。こうやってバレるんですね。まあまあ、一番手っ取り早いのが田舎のお父さんお母さんと電話するっていうのは、何回も連絡あるよね。おめでとうございますってわざとね。外国一番、予選女性専門です。おめでとうございます。で、田舎のお父さんお母さんなんてそんな警戒してないから、あ、そっか。これはもう全部、もう言ってるもんや。言ったんだと思って、どうもありがとうございますって言うて、本人に確認せんままパーンと乗るわけですよ。うわ、怖い。だから意外ともう本人たちが一番びっくりするんですよ。で、段取りが狂うから。そうですよね。その通り、だから優子ちゃんの気持ちはすっごいわかるんですよ。もうね、段取りがもう全部来る。まあ、すっぱ抜いてくれたんで、もうええかっていう、諦めの気持ちにもなるんですけど、逆に言うと、もうこれで綺麗さっぱりね、1日2日ごちゃごちゃすんのを我慢すれば、もうええかとか、思うんですけども。早いですね、やっぱり、ああいうのって、やっぱり情報って、みんなこう、
で漏れてくるんでしょうね。早いね。だってあの星野明ちゃんの方も前からやってるんですけど、まあね、来年なんか2月ぐらいに、だからあれも多分あの周りの人がポッと言ってしまった、感じですよね。かなり競馬界も反対してたとかね。だって13歳年上ですから、あの星野明ちゃんの場合は13歳離れて、そらね、競馬学校に2年か3年行ってな、あれもうエロ本禁止。あ、そうですよ、あの本もチェックされるんですよ。なんでなんでですか。いや、それできちっと厳しく教えるために。なんで。俺も外で外泊もちろん禁止、あの学校の時はね。ほいで、あの、まあ、競馬会に入ったって朝5時から馬に乗って、ほいで、まあ、ゆっくりして土日はレースですからね。でも13歳ならそんなにね、大してあるじゃないですもんね、逆に。まあ、男どんな場合、前世なんぼのことを合コンしてますの。いや、先生。30ぐらい離れてこれ合コンしてるの。もっともっと。こらこら、言うとるバカ、言うとるバカ。すごい。あ、そうや。それは意外とね、松浦お前はね、あの歪んだ目で見てるけどね、あの俺のことをね。先生ね、二十歳ぐらいの子でもすっごい盛り上げちゃう。盛り上げちゃう。キャッキャ言うてるもん。本当本当。だから19歳とかね、あの20歳の子からもね、今度はご飯食べてくださいとかね、あの今度デートしてくださいとかいうメール来るから。へー。だからただ今あるよりも年下やからね。そこでね、悩んだんですよ。やっぱり一度は悩まれたんですか。もちろんもちろん。なんで踏みとどまらなかったんだろう。どうしてだろう。なんでだろう。さすがに娘さんにして。だから同い年だけやめてるんですよ。いやいや、もう貸したくない。大丈夫。もうね、キリがない。キリがないから。キリがないから。あのね、お前らそう言うけどね、はい、歴史上遡って55歳のおっさんが18、19の女性と、うん、あのデートできるってね、ないね。こういうチャンスに恵まれた自分のポジション、うん、あのね、私も自分で頑張ったな、さまちゃんとか、いいぞさまちゃんとか思う反面ね、55歳やぞと言い聞かしてますけども、こういうやっぱりね、あの星の元に産んでいただいた、お神様に。はい、お神様。いや、本当本当。いや、でもね、18区の子とご飯食べに行って、人生をこうね、こう、語るだけじゃないからね。何をしてらっしゃるんですか。面白い話。相手が笑ってくれたらもう、あ、でも楽しそう。いや、相手が笑ってくれたらもうお腹いっぱいになって帰ってくるタイプやから。しんどい。元気。元気。いや、それね、あの、庄司とかね、若手のメンバーにもうええ加減にしとくないと。もうそんな飽きまへんでって、言うて注意す、本気でするやつもいるんですけども、私今ね、あの、お笑い界の白ひげと呼ばれてるんですよ。ワンピースの。逃げ傷なし。あの逃げ切り作っちゃうの、わかる、はい、あの、まあ、ワンピース読んでらっしゃる方はね、わ、はい、かると思うんですけど、はい、あの人は戦いの時にね、はい、要するに、ルフィとエースのために、うん、ね、戦うんですけども、はい、もう何十人、何百人の相手を、はい、いて、ね、要するに切り傷何百箇所、うん、打たれ傷、うん、何百箇所、うん、しかし、逃げ傷なし。かっちょいあそこはまあかっこよかったですけど、うん、白ひげとさんまさんを一緒にはされたくない。違う、あのね、違うもん。違う、あの、確かに、あの、木村拓哉もね、はい、背中傷だらけですやん。あの、言うてましたよ、この間。いや、性格、本人がワンピース着るような性格やのにね。いや、本当に。周りにワンピース着てる男一人引き連れてやで。男もんです、女もんですってばっかり言うてるような男引き連れてやな。お前、周りにワンピース着てるな、おっさんが一人いるわ。それで、じゃあ、だが、はい、でも、あの、小島とかね、はい、ワッキーとか、麻雀してる時、はい、でも、本当ですよね、って、あの、笑いに関しては、逃げ傷ないですよね、って、言われて、すっごい、まあ、はぁーって冗談で片付けてたんですけど、すっごい嬉しい。そんなんやね。そんな
なに嬉しかった逃げキス。だってお前30、40のこれな、中堅にやね、はい、本当にさんまさん白い毛だとか言って笑ってますけど、本当に笑いに関してはそうですよね、うん、逃げキスないですよねって、笑いに逃げキスなしかっこやろ、かっこいい、言うたら言うたら白い毛、白い毛逃げるもええよということやな、そういうもんやっていうことやな。ただあのね、13歳年上は庄司は言ってますけども、やっぱり男としては考えもんで、というのは我々55歳になって、女が13歳年上になると68になる。だから三浦君は将来、我々の年になると68の女性と一緒にいらっしゃるわけですよ。いやだから今の段階で僕らが68の人と付き合うわけじゃないんやからね。でもお前こう下っていったらそういうことやね。いやお前下っていったって、でもそこの今下ってるところが今下やから全然いいんちゃいますか、うん、ただお前あんな厳しい競馬学校出てやで、うん、星の秋が現れたら、まあそうですよね、もうそこでが三浦さんをあのご飯連れてください、うん、好きなんですとかなったら、うん、それは三浦にとっても酷やで、これ。でも本人が好きやから、そういう分なんで一緒にまたデートもしましょうかって言ってるわけやから。まあでもやな、三浦もまだ世間もあんまりみんなまあ、まあ、確かに。星のあきちゃんのあのプロポーションで、あの顔で、あの胸見せられたら、買ってほしいのやでしょ、買ってほしいの。買ってほしいの言ってるけど、全然買ってないで。何を、あなたいろんな靴、今日も話して。残念でした。道重ちゃんに、まな板持ってきました、今日。持ってきましたって。あんたね、あなた買ってきてるやつじゃないらしいや。このラジオ、毎週聞いてるおばちゃんがね、まあ、聞くに、もう聞きかねてんやろね。はい、この間新幹線にいつものようにあの庄司が思う痛い不安ね、はい、痛い不安たちの中に紛れ込んで、たまにおばちゃんが来あるんですよ、はいはい、ほんとザザザザって新幹線乗る時にみんな写真とか撮ってる時にね、はい、うわこれって言うて、何来いのと思って、もう道筋さんにこれ渡しといて、はい、俺ね、誰々渡しといてっていうプレゼントは捨てるんですよ、はい、あの失礼でしょ、あのそのタレントさんに、松浦に対してこれ佐藤舞ちゃんに預けといてっていうなんか、あの言うやつが大体本当に失礼じゃない、これはやっちゃいけない不安の中でもね、あのタレントがタレントに、要するにね、こうなんか U パックみたいなことさせたら、あのあかんから、もうほとんどはもう捨てるように、捨てるというか持ってこないようにしてるんですよ。でもさっき、そのこれのブーブーブー、それはちょっとさんまさんからのプレゼントじゃないみたいな話してたら、じゃあ松浦買ってきてって言ってたじゃないですか、うん、そうや、それ似たようなもんじゃないんですか。でもそれは違う、何が違うの、何が違うの。あのじゃあ、あいつの場合はまな板やね。いや、まな板だけど、まな板でもだってプレゼントでしょ。でも相手に渡してあげてってくださいって、うん、それをおーって僕ら言いますぜ、ほんで一回食べれそうなもんやったら持って帰るもん。嘘。いや、それもそうでしょ。賞味期限ありますから。そうだけど。あのね、はい、はい。あの、それもいけないことよ。それもお前なんでですか。お前、さんまさんにあげてください。腐ったもん。ああ、会うた時にもう賞味期限切って腐っとったら余計失礼でしょ。いや、だから食べれるもん食べちゃった方が。じゃあ、それは。食べちゃった方が。これはあかんとか、食べるもん、賞味期限あるもん、お前、タレントに渡すなとか、言うこと怒らなあかんとこやな、実は。そういうもんや、そういうもんや。でも食べるもんって、だいたい我々は食べますけど、はあ、食べないタレントさんもいらっしゃいますからね、不安が。作ったものの食べるもんは絶対食べないっていう人もいらっしゃいますから、はい、それはええねんけども、失礼やからね、大体が。だから、まな板はもうさすがに買いに行けないのよ。なんで行けないの？俺はまな板売り場とか行ったことないもん、そんなの。いやいや、まな板売り場。まな板売り場って別に売ってますけど、キッチンのとこどこでも売ってますよ。売ってますよ。そんな難しい買い物ではないよ。わかるよ。わかるけども、まな板ってやっぱり、道重には、おしゃれなもんとかね、うん、いろいろある、持っていく気持ちがあるんですよ。ただ、そうおしゃれなもんもないし、まな板って。ある、お前があるあるとお前いっぱいしてたやん、クリスタルのやつとかさっきどうのこうのって。うん、はい、だから、お前がその店知ってんねんから、お前が買うてこいっちゅう話やん。何買うてこいって言ったら、だから、じゃあ教えますよ、お店を。あ、それいいじゃないですか。ね、うん、そしたら、ね、すぐ行けるし。そうほんで、お前、あのおばちゃんが一生懸命まな板持ってきた小鉢の気持ちはどうなんですか。いや、それはそれで、それはそれで
渡すけど、それはまた原因があんねんで、スッてこうとけこういうことになるんだって。まな板が2つあったらお前かさばるで。いや絶対そんなかさばらない。一応使い分けたればいい。あお前台所なあるな、まな板で2ついらないと。俺は経験上言うけど、まあいらないですけど、一つやねん。はい、そうやろ、俺の言った通りやろ。はい、そうです。そうやろ。だからあれを道すぎにあげとけ。はい、わかりました。それあげといても、あまりにもこのヤングタウン聞いて、もう要するに失礼な不安じゃなかったもん。もう、うん、もうあんたはもうほんまに顔顔言うて変わんねえっていう感じの私が出るから、はい、俺よりも覚えてあったもん。すごいね。道しげにまな板っていうのが、ね、だからお前はパーカーやろ。パーカーです。ああ、もうそれももうちゃんと。またおばちゃん持ってきやるで、パーカー。いや、パーカーはもうおばちゃん持ってこんといて。持ってこんといて。持ってこんといて。今日見てくださいよ。パーカーを着てアピールしてますからね、まないじゃん。お、あれこの間のやつがいいんだよ、ワーナーの、はい、可愛かったです。いやーでもわー、これだけ撮ったらあれがええの。あの時渡してあげたらよろしいですよ。ええー、言うてんねやから、出てきてもいいですから、それいいですって言うてんねやから。結構そういうことある。そういうことなんか、ね、私も昔ずっとレギュラーやらせていただいた時にスニーカーをあ言うてたな、くれるって言ってて、私あと当時ってあさみちゃんもくれるって、もう大体7年から10年ぐらいはもらってないんですよ、ね。そうやな、まあ、そうなるわな。じゃあ、お前、スニーカーって、はい、どんなスニーカーが欲しいの？ランニングがなんか、お家にあるすごくいいのがあるからっていう、なんかこう、決め台詞が絶対あって、なんか、ほら、その気分が進めといて、家にいっぱいあるわ。とりあえず、家にいっぱいあるわ。とか、いろんなフレーズがあるんだよ。何やねん、お前、ピアノの発表会みたいな格好しやがって、お前は。かわいい。今日何今日何今日何ショパン、ショパン、ショパン。ショパン？いや、さすが、お前何やねん、ピアノの発表会みたいな感じしてお前。ちゃんと私服ですから。かわいい。ちょっと彼氏できたような感じしますよね。それは言えないやろ、お前。正直もし。いや、だから大人っぽくなったから。いや、大人なんですよ。正直、お前、もう26。6なんです。だからもう、いい大人だもん。いつまでもやっぱ、はい。もう26。そうですよ。あ、そうか。はい、そうなんです。だってお前、正直、お前、松浦も、高橋も、もう24やからよ。松浦もあっという間にな。そうです、14歳だったんですよ、だって私。そうか。そうだ。あ、そうか、14歳か。そう。はぁ、10年経つのか。そうなんです。ただ、今度この、もともとヤングタウンを、お作りになった渡辺さんっていうプロデューサーがこの間亡くなられてね、うん、その人がどうしてもこの曲で送ってほしいと、あの葬式の時にね、うん、それがダボーズっていうグループの、うん、歌 で、うん、でダボーズってお前あの松田知ってるようにその神戸の、神戸と、お前は姫路か。姫路のグループで、うん、あ、そうなんですか。ダボーのダボーズ。ダボーズなの。でそれでお葬式で送ってほしいっていうリクエストで亡くなられたらしいねんけど、あ、そうか、ダボっちた松浦やなと思って。だからお前芸能人姫路出身少ないとか言ったけど、はい、そのダボーズっていうグループがいるね。姫路出身 いるんですね、ダボーズ。いるいるいる。そうなんで知らなかった。おい、あれ姫路だけダボーっていうの、あの明石も言うの。ダーボーって言うの。親の話だと、姫路だけだと思います。姫路のイメージが強いよね、関西人からしても。そのダボーズっていうのは、要するにアホーズみたいな名前ね、関西で言う。はいはい、そんなバカなーズとかそういうのと、一緒のグループの、要するに曲で最後送られたという。ところがヤングタウンの生みの親の、はい、大鍋さんっていう、お前ところ事務所の会長とかと、うん、昔つるんでた。あ、そうなんですね。つるんでた。仲がいい、お付き合い。それがやんじゃからアップロンってなっていくという、もう、やっぱこう、歴史を振り返るとかなり古い話になる。ね、お前らはまだペーペーで、はい、考えたらベテランだとか思ってるけど、まだペーペーのペーやから、ね。いやいや、本当に。26、まあ、スニーカーやな。はい、あ、すいません、思い出していただいて。バッシュでもええか。なんか、ちょっと今、デジャブかなっていうぐらい、同じ質問なんか何年か前に。何でもいいんちゃうか。あ、もうなん、そんなよ。履き物やと何でもいいんちゃうか。いや、もう、はい、もう、バッシュ嬉しいです。あの、広いストライクゾーンで、スリッパでも、もう、ワージでも何でもいいんちゃうか。ワージ足にはめるもんやったら何でもやろ。サイズも多分言ったと思うんですけど、24センチなんです。おー、大きめの方がいいからな。そうですね、はい。おー。はい。
ニューバランスのやつは、はい、あ、もうぜ、もうな、ニューバランスの寛平モデルっていうのあるけど、それもしかして寛平さん、そうそうそう、めっちゃ走れそう、めっちゃ走れそう、めっちゃ走れそう、本当ですか、うん、だからあのバシュってええのあんねん、はい、あ、かっこいいの、はあ、もうぜひそれ24で書いても大きいんじゃん、26でしょ、俺はね、あの、27とか入ってますからね。あの、ほんなら、俺 25.5 やから、ほんまは。うーん。大きめの靴履くんだ。舐められたらあかんから。違うわ。なん何でも舐められたらあかん思って。いかく見せんのかな思って。55になっても威嚇しなきゃダメですか。ダメダメダメなんだ。威嚇は必要。ずっと牙を向いてあるからね。笑顔の奥に大きな牙が。MBS ヤングタウン赤嶋さんまです、庄司です、モーニング娘。の高橋愛と松浦亜矢と鳩田舞がお送りしています。全略のコーナーイエイエイ、今日は松浦と里田がね、はいはい、久々に来ておりますけども、ありがとうございます、こちら、レジェンドキラー、なおちゃんからいただきました、はい、全略やのみさんこんばんは、こんばんは、今年で歌手デビュー10周年を迎えた松浦さんは、はい、同じく、販売10周年になる缶コーヒーの CM に出演されています、はい、その CM のテーマ曲を布施明さんや石川さゆりさんたちとコーラスジャパンというグループを結成して歌っているんですが、はいはい、一番はっきり、ものを言うという理由で最年少ながらリーダーに抜擢されたそうです。そんなはっきりものを言うリーダーの松浦さんから、はい、セリフを噛んでしまったり未だに、うん、癒せないでいる同い年の高橋さんに向けて何かアドバイスをしてあげてくださいということなんですが、これは要するに10周年迎えて、缶コーヒーないこれ。ルーツの缶コーヒーの CM なんですけど、石川さゆりさん、布施明さん、鈴木雅之さん、アンリさん、あとケミストリーの道珍さんと私とで、豪華メンバーやね、うん、もう本当だから大先輩の方々と一緒に、その歌とコーヒーでみんなに元気をみたいなエールを送りましょうっていうテーマでやってるんですけど、別に、あの、物をはっきり言うからとかではなくて、布施さんが思いつきで言い出しただけなんですよ。物をはっきり言うからやろ。いや、そうじゃないですよ。意外とはっきり言うよ、お前。そうですかね。そう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 。え、そうですか、言ってるかな、はっきりしてる。はっきりしてるよね。白黒はっきりつけたい。してます、はい。そうかな。あれもう姫路っていうもう、姫路ガールっていう感じがするよ。姫路ガール自分の意見を曲げない。っていうのは。そうかなぁ。そう、でも最年少だし、ってか言って、こう、投げられただけなので、別になんかその物事はっきりどうたらこう。いや、どうや、高橋から思うと松浦ではっきり言うよね。はっきり言いますね。本当？だから、お前は自分で気がついてないけど、やっぱり、頑張り屋さんやから、気丈に生きなきゃとか、負けてられるかいとかいう気持ちが。強いとは思いますけど。そやろ、はい、だって松浦やっぱ、ね、あの、誰か、いや、あの、家に呼んで、なんかいろんな。買い物に関して、あの。誰だったっけあれ、買い物に関して。ミキちゃん。ああ。藤本美樹ちゃんに、早く米買いでこいとか。もういろいろ、パシリさせてたやろ。パシリさせてるよ。それこっちで言うてたやん。言うてたやんか。完全にお前、これ不良やないか。言うとったぞ。いろんなもんパシリで生かされました、言うて。でも、お姉ちゃんなんですよ。私より2個も年上のお姉ちゃんなんだ、ね。だから2個上の人なんでパシリ遊びやん。だから、逆に言うから、だから面倒見てくれてもいいんじゃないかっていう。そういう発想や。すげえや。だって年上の女にね、おい、米買ってきてとか、普通言われへんねん。米で10キロあるからね、あの、一袋、かなり買えば。それを、あのね、藤本は、あの、買いに行ってたんですから。あの子、末っ子なんで。関係ないな。何ですか、私、長女だから、長女気質なんですよね。気質関係ないって、芸能界のお前、人生の先輩やろ、さっそうし。まあ、芸能界は松浦の先輩か。そうですね。だからもうね、結婚した気持ちもわかるわ、早々。こんなもんね、いつも、お前なんか、夜中に呼びつけたりしたら。夜中に、ああ、これ出てこいとか。そんなの全然しないですよ。そんな意味で。そんなの。うちが出てったら布団を拾ってくれとか。しないそんなのしない銀玉子で、お前走れ、打つぞとか。いい、しない。どんなイメージですか。お前隠れの5秒やるから。やだ
しないし、もうだからもう逃げるところがなく、ね、正直のところに逃げたんでしょうね。そんなにいつまでもね、だってな、2つの年上でいつまでもパシリさせられたら、いやいやいや、いやどっちかっていうと結構迷惑かけられてるの私で、なんか勝利さんと出会ってからも小さな喧嘩とかいっぱいあったんですけど、もう夜中の4時、もう朝ですよ、4時5時に平気で電話してくるんですよ、彼女。まあ抵抗やってんな、唯一の。それで忘られてるから普段。そうだよ。勝者包んでくれる思ったら相手真っ裸やからあんまり包んでくれへんかった。ハイパー一丁で、一丁から出てこいとか言ってるな。その相談には一応乗ってあげたということか。いやでもすごい迷惑だからって言ったんだけど、あの子もしつこいので、うん、一通り話は聞きましたよね。よし、でも次のお前が早くても、そう、いやそれはお前子分の悩みやからな。子分なあ、そんなんじゃない、仲良しの。お前言っといたら藤本には白ひげ言われてんちゃう。言われてないし。おやじさんとか。なあ、嬉しそうに言ったら。いや、でそういう悩みで、もう大した悩みちゃうんやろ。そうです、主人の体の油塗りすぎとか思わないとか。いやいやいや、そんな悩みじゃない。それは確かに4時にかけられたら嫌やな。嫌だな、そしたら嫌だな。ちょっと油塗りすぎ、すっごくするんだけど、どうしたらいいとか。取れたいんだけど、本人どうしたら塗っちゃうって。裸のネタでミキティっていうのやり始めた頃に、なんかちょっと電話してたら、あれ面白くないって、なんか笑いを、なんか一緒に笑ってくれみたいなのはありましたけど、あれ面白くないもん、私お笑いしたんだけどとか、もう嫁さんマジですごく楽しい、誰よりもファンだと思います。ほんまやな、生きていて坂本の俺はもう本人に注意したくらい、あれやめや思うてぐらいですから。でも当の本人ものすごい喜んでる。ああ、よかった、生きていては喜んでんのか。そう、面白い。俺は庄司呼びつけてやめや言うて。そうなんそのお笑い芸人がね、やっぱり、いい奥さんもらって、ミキティなんか差し上げるのって、なんかもう、生理的に、嫁屋の名前を叫ぶのは、嫌なんですよ。そしたらやっぱりあの時はかわいそうに、庄司もね、言いたくなかったらカンペで出るらしいんですよ。ああ、そっかそっか。ミキティと叫んでくださいとか、CM 行きやすいから。ああ、そっかそっか。その気持ちもわからんではないんですけどもね、本人は面白くない、見たみたいな。今日もレッドカーペット出るよみたいな。あ、そうなのみたいな。ウケる。それもそれ偉い、トラバッチリグループですよ。そうなんです。こちら、ラジオネーム何々がいただきました。全力アンドメさん、こんばんは。こんばんは。里田舞ちゃんがラジオ番組で自分の恋愛論を語っていました。舞ちゃんは好きな人ができた場合、すべて事務所に報告しているとのこと。さらに、去年初めて合コンに行った時も、場所、日時、前もって連絡し、それどころか気になった相手の連絡先を聞くのに、スタッフに協力してもらう。こともあるとのことでした。はい、舞ちゃん、もし写真を撮られたり何かあった時に、はい、怒られるのは嫌なので、だったら先にマネージャーに知っておいてもらった方がいいと言ってました。さんまさん、こんな舞ちゃんは理想的なタレントではないでしょうか。これね、非常に難しい話ね。事務所は言っといてほしいらしいんですね、実は。そうみたいですね。でも彼氏は絶対言ってほしくないわけだよ。ああ、なるほど。結婚が決まったら、事務所の人間に言ってもいいけど、はい、恋愛中に、さあ今から恋が始まるときにマネージャーにいちいち、もうそれが習慣になっていろんなこと言われますよ。今日ホテル泊まっちゃうと。そう、いや、いや、本当に。それこそ習慣になってもうたら。私も何人か事務所の社長さんも友達いるんですけど、もうね、いざパンとなった時言っといてくれよっていうのが、それだとそれで準備ができるのにっていう、事務所側から行くとやっぱりそうらしいけど、彼氏はね、嫌ですね。そうなんですか。で、そういう時はちゃんとお相手の方にも、言ってもいいですかって言うのやろ。そうだ。俺もそれで別れたことあるからね。付き合いが、別れたじゃ、付き合いが始まらなかったことあるからね。そうね。でも言ってもいいですか言っても、でも言うなっては言われへんでしょ。いや、だから、そういう状態ならいいわって言って、まだ好きでもない。まあ、これからご飯でも食べに行こうかいう状態やったから、俺はあかんかった。もうそんないちいち、おい、明日ご飯食べに行こうって言って、はい、わかったって言って事務所に言われるわけやろ。
明日さんまさんとご飯食べに行くねん、はい、もう、そうですね、もう嫌ですか。でもなんか写真とか撮られてからその、うん、なんで言わなかったとかって言って怒られるんだったら、うん、最初からやっぱ知っといた方が事務所もいろいろいいかなと思って。じゃあ今日お泊まりに行くんですって事務所の人に言う必要あるか。いや、大人の社会ででも延長でね、もしひょっとしてご飯食べに行ってお酒も入ってそうそう、その自然な、まあ、そう、そこまでは言わないですよ、そんな細かいところまでは。でもそうなったら隠れて今日泊まるかもとかなんとか言うといちゃう。いやいや、そうじゃあおそらくそういうことやろ。いやでもそうなんですかね。お前だから、好きな彼に抱かれてもいちいちマネージャーがちらつくのやろ。いやだ、いやだ、嘘だ、嘘だ、そういうのはないですよ。そこまで癒着はしてないんですけど。いやでもまあまあこれね、申し訳ない、事務所の方に言っとくのが正解やねんけど、うん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 、らしいねんけど、その男側からすると、男側からすると、プレッシャーっていうか、プレッシャーじゃない、なんかね、そこタレントとして生きてるわけやろ。おいらは男は好きな女の子として生きてほしいわけやろ。あ、そうか、そういうことやねん。うん、もうタレントとして生きられたら、俺はタレントの指す名前を愛さなくちゃいけないわけでしょ。それもまたね、こっちがタレントの場合、つまらないん。ああ、へえ。難しい、うん。ちょっとじゃあ修正しますね。いや、さすがない、うん。これはもう事務所に、まあ、いろ、バーンと週刊誌乗りやんか、うん。怒られるよ。怒られるけどな。俺は、もう。どうぞと。でも、佐藤さんのその、まあ言うたら芸能界、俺部分も、その好きやから、別に、それちゃんと、マネージャーに一回一回聞くの。だって、おい、夜中出てこいって、今から会いたいって言う時あるやんか、急に。まあそうですね。それを、ちょっと待って、はい、後で電話する言って、マネージャー名前何ちゅうの、お前、マネージャーは。今は伊藤さんですよ。伊藤くん今から彼が会いたいって言ってるんだけど。いや、そんな言ってもいい？なんかそういうマネージャーさんとか、そのスタッフの人と、スタッフさんっていう感じがあんまないんですよね。でも考えたら事務所的には絶対そっちの方がね、まあもうほんまになかった時よりは、トミーなんて、はい、やっぱ釈由美子ちゃんとか、はい、山本敦さんとかの事務所の社長ですから、はい、まあ、あとアイドルとか抱えてるから、はい、もうね、いざと週刊誌にバーンとすっぱ抜かれて、はい、でその前までやっぱり、あなたさ、はい、あの人と付き合ってるのって一遍聞くんですって、はい、噂になるじゃない、はい、ほんだら、あ、付き合ってないわよって言うねんて、女性の子は。ねえ、あ、付き合ってないのかなって真に受けてバーンと乗ると言っといてよっていう話に。あ、そう、なんか付き合ってんのって言われたらはいって言っちゃうんですよね。なんかそんな隠すようなことじゃないって思っちゃうんですよね、うんうん、その、まあ、お前はな、はい、でも、この、要するに、内容によると、はい、明日、日時とか、全部言うのやろ、はい、それは合コンの時だったから、そうです。初めての合コンに、去年、昨年行かせていただいたんです。行かせていただいた。行かせていただいた。はい。楽しかった。いや、それがあんま楽しくなかったんです。ちょっとメンバーが、どういうメンバーやね、海外の方、なんか外国人の方。初めての合コンがなんか日本人じゃなかったので、それでちょっと私としてもなんかトラウマみたいなのがあって、外交やないんやからそれで、いや、わかんないんですよ、いやないか、それはお前何でもわかんないんですけど、そういうメンツになってたんで、なのでそれからちょっと行かなくなりましたね。やっぱこういうもんなのかなって思っちゃう。だから、まあ、高橋なんかもご飯ね、そうするとやっぱりマネージャーが、はい、もう来るのもわからんではないし、うん、やっぱりそれはええねんけどね、はい、なんかそうですよ、ね、男はね、もし好きお前のこと好きな人がいたらね、はい、困ると思うわ。俺はもう、そうですよね、絶対あかんもん。わかりました。じゃあちょっと修正します。でもちょっとこう言うと、いや、ちょっと待ってってなりますよね。まあ、この世界の人やったら相手が。そうそう、ね、マネージャーが知ってると思う、現場で会うやんか。そのマネージャーと。普段の、うわーって時になんか笑ってるような気持ちがしてね。ああ、そっか。そやねー、これはね、いたわー。そうですよね。難しいラインですね、なんか。難しいラインやな。そうですよね。これはわかる。難しいラインやけど、もう26やしな。そうですね。ちょっと自分で処理します。10代ならええねんけどね。そうですね。もう一回言うていきよう。10代の方が逆に言えなかったんですよね。
なんかこう好きな人とか彼氏ができたとかなんても言えなかった。ああそうか、はい、26になってなったから少し別にそこまでアイドルってわけでもないし、だからそういうとこは松浦の性格をお前らもっと盗んだらええやんか、うん、バレたらバレたらしゃあないやんかっていう考えやろこいつ。いやでも私これそのラジオの時舞ちゃんと私ゲストで出ていたのに一緒だったんですけど、こう会社の立場となって考えた時、マネージャーさんの立場となって考えた時ですよ、私は思うにマネージャーにまで言う必要はないかと思うんですよ。サラリーマンですよ。なんかその記事が出た時にお前知ってたのかって責められても、知ってたとは言えない人じゃないですか。ああそうや、マネージャーは。そう、だから逐一そんな近いスタッフに言う必要はないんじゃないかと、一番上のドンが知ってれば私はいいんじゃないかなと思うんです。え、ドンが知ってればとかドンに言わなきゃいけないの？はい、そのアホかお前。ドンに言わないやろ。ドンは嫌じゃアホ。え、嫌ですか？当たり前やないかい。だから今こうこうこうで、例えばこういうお付き合いしてる人がいるんですけれども、うん、まあだからこの先どうなるかわからないけれども、うんうんうん、付き合ってる事実だけは知っといてくださいねっていう報告を。いやだってお父さんお母付き合い始めに、両親に挨拶しに行かなきゃいけない家もあるらしいけど、これからもうお嬢さんとお付き合いさせてもらいますって、お付き合いでですか？お付き合いで行かなきゃいけない家もあんねんね、世の中には。はあ、厳しいですね。それすら嫌やもん。俺もそれでもう背引くもん。そんなお付き合いさせていただきますって、なんでいちいち親に言うに行かなあかんねん。まあそうですね、それは確かに。せやねん、もう言うてしまいそら、あんたらが思ってることで別に娘読まへんでって。ああ何をかっこつけて、最悪、急に最悪。じゃあほんまにそうですよね。腹立ってくるよお前。自分の娘がどんだけええ思ってけつかんねんとか。でも好きやったらそこを我慢せなしゃあないんちゃいますか。そうらしいね。そうらしい、そうらしいわ。だからそういう男は男で、はい、そういう女性のところに寄って行って、この間もなんていうの、字を書く、国重さんっていう、ね、西村さんの、俳優の西村さんが旦那さんで、はい、なんか墨で字を書く、なんか芸術家がいらっしゃるじゃない、はい、国重さんっていう、はい、それはもう付き合い始めに両親に行かなきゃいけない。へー。もちろん結婚はもちろん挨拶しに行って、はい、で芸術作品中はトイレ奥さんが入ったらお尻まで拭かなきゃいけない。すごいよね、びっくりしちゃった。さ、どいかなる状況でも、でもですか、その、作品ごとか入れた時手輪が汚れてるから墨で、その時に「はーい!はーい」とか言って呼ばれて、全部やってあげなあかんの。うわー、すごい、それはすごい。だから、もう西村さんはそれ幸せやねんね、そうしてやってあげることが。いや、いろんな愛の形はあるのは。愛の形ありますね。事実やねんけどね。もう、ガンモラもう、お尻浮いてって、もちろんやったら俺も絶対あかんもん。いや、ちょっと、でもそれは。でも、そういう家に、お付き合いさせてくださいって言いに行くっていうことは、なんか結婚っていうのは逆にすごく重くなったりとか。重くなるよね。しますよね。でもその時には両親はちゃんと、うちの娘は6歳の日もあるし、60歳の日もありますけど、それを受け止めてあげていただけますかっていう条件やったらしいね。へぇ、その、やっぱ娘と暮らしてて、6歳の時の気持ちもあるし、60歳みたいにしっかりしたこと言うこともあるしっていうことらしいねんけど。お尻は俺なんぼなんでも洋服かんわ。吹き抜くいわ。なあ、人のなあ。いや、どっちから吹くん？後ろ。そんな、前からやな。前のどっちでもいいですよ。でもそれ人によるんじゃないですか。真剣に考えなくていいの。そんなの真剣に考えなくていいの。こちら。前からも楽やよ。いや、でも、どっちでもいい。こちら、佐野初。先生、皆さん、こんばんは。こんばんは。愛ちゃん、さゆみちゃんのバスツアーに行ってきました。ありがとうございます。愛ちゃんは、ギャグをしてというファンのリクエストをされると、さんまさんのパーデンデンのポーズをして、パーと叫んで爆笑を取っていました。イベントの後、ファンとの握手会があったので、僕は愛ちゃんに、その服、似合ってるけど、女物って聞くと、男女兼用でございますと、すぐに返してくれたりして、明石家定食が盛りだくさんで、とても楽しかったです。愛ちゃん、バスツアーの感想をぜひ聞かせてください。はい。例の山梨行ってきたんだ。はい、行ってきました。はい、どんな感じだったの、それ。あ、楽しかったです。ざっくり。もうちょっとあるやろ。なんかエピソードとか聞きたい。そうですよね。なん
だっけ。楽しかったです。本当に楽しかったね。本当に楽しかったの今の。本当に楽しかった。そっか。でもブドウ狩りしたかった。みんなと。ゾウ狩り？みんなでブドウ狩り。ブドウ狩り。ブドウ狩りをするんですけど、お皿を配るんですけど、そこでバイバイなんですよ。だからブドウ狩り一緒に。ああ、ファンの人できなかったから。だけがやったわけだ。そう、ファンの人も、あ、行っちゃうのみたいな。で、次の、あの、イベントがあったんです。イベントの準備があって。はい、準備で移動しちゃったんですけど。ああ、なるほど。で、あとどんなことしたの？あとコンサートやったり。あの、そのコンサートは、さゆみプレゼンツだから、さゆが好きな曲ばっかりなんですよ。あいつソロで歌えたのに。歌ってましたよ。爆笑。でもそれが上手くて。嘘。今回調子良かった。はい。で、それ、その曲は昔から大好きです。すっごい聴いてたんですって。あの、モーニング娘。に入る前から、すごい聴いてたけど、だから上手かったんかって言って。ああ、モーブスの歌やったんか。そう、だからモーニング娘。の曲より上手かったです。そっちの。そうなんだ。え、何が、それはモーブスの歌ちゃうの？じゃないんですよ。あの、カントリー娘。あ、ありがとう。の、バイバイサイド。の曲を、あの、ソロで歌ってたんですけど、すごい上手かったんですよ。あれっていう。ないやん、不安の期待裏切ったな、それは。うまかったですね。ああ、そういうもんなんだ。おいで、あとは、あと握手会したり。握手会やったりとか、あと、その、パーデネやったのは、イベントだったんですけど、なんか一発ギャグをやってくださいみたいな、質疑応答のコーナーがあって、それで一人ずつやりました。ああ、まあ、パーデネ、アホじゃありませんから入ったか、お前。入んなかったです。あれ、お前、アホ、アホ言ってもらわなあかんねんで、アホ。アホから入ってもらアホアホって、森進一さんに入って。入って。で、アホちゃいまんねん、パーデンねん、ダダダダダダ、アホちゃありませんよ、パーデンねん、パーって。そこまでやらなきゃいけなかったな。白ひげが言ってる、白ひげが。白ひげ。笑いの逃げ気するし。さすが。それは一泊二日やったんか、お前らも。一泊二日でやって、あと DVD 撮影もやったんで、私たちは三泊四日にしたんですけど。それ DVD も撮ったの？はい。で、ファンは先帰って。はい、先、見送りもしました、バスに向かって。ああ、まあ、ファン嬉しいやろね。で、なんかバスに振ってるんですけど、バスのお姉様に振ってくれ。バスのお姉さん綺麗だったしかも。綺麗もんな。綺麗でした。ビバス言うて、あの、モデルさんとか CA とかタレントが。すごい綺麗だった。あの、まあ、2ヶ月か3ヶ月、あの、ずっと講習受けて、そのバスに乗ってあげんねんて。へぇー。めっちゃ人気あるらしいよ。すごい綺麗だった。そういうことね、やっぱりして仕事不景気やから、いろいろな客を取るためにね、みんなやってるらしいけども。まあ、俺は昔はバスガイドなんて憧れの職業でしたからね。みんな綺麗かったんですよ。修学旅行行っても、あの、ね、一緒に写真撮ってもらおうとか、とかいう時代でしたからね。そういうもんですよね。こちら、赤字のポチ。先生、皆さん、こんばんは。こんばんは。ブログを放置している、あやや。先月から、期間限定でツイッターを始めました。ツイッターはなんとか続いているものの、またいつ飽きてしまうのかと不安は、ドキドキの毎日を過ごしております。そこで、あややにお聞きしたいのですが、もうブログの更新はされる気はないんでしょうか。はい。え？はい。はっきり言ったね。なんでや。いやブログは多分向いてないんじゃないかなと私自分で向いてるも向いてないもあれあれ神社あったこと書いたらええねやろいやなんかなんだろうなんかブログって私の中ですごく重いんですよねツイッターと変わんなくない、うん、いやツイッターは違うのツイッターと一緒やろあれツイッターは違う最大でも140文字しか入らないしただ本当なんか思ったことパッとつぶやけばいいんですけどブログってわかんないけど日記みたいな感覚でいやあれつぶやくだけの人もいるらしいよ私も全然そんな感じじゃない本当にそう写真だけ載せるとか私も写真だけそうで写真撮るのも癖づかないしああ、わかるなぁ。性格のもんやからな。そうなんですよ、ね。俺も写真コーターは、フォトフレームコーターは、ね、もう一週間ぐらい、もうカメラ持ちっぱなしでパチパチパチ。それをフォトフレーム入れて家帰ってみてたけど。全然やれへんもんね。もう、そこに埋まってたもん、俺のカメラ。このゴチゴチしたこれ何や、カメラや。ああ、それも忘れてた。忘れるぐらい、これ。ハマってたのに。ハマってるもんって相性があってな。相性が合うとずっとハマり続けんじゃろうな、おそらく。あれや、わからんではないけど、松浦、お前やっぱりこうアイドルという仕事やからな。いや、そうなんですけど。自分がもう向いてない思ったらもう向いてないと思いますよ。そう、向いてないんですよね。なんかだから、だからもうそれは私の中で終わったんです。ピリオド打ったんですよ。うん。で、ファンが、こんだけやってくれって言うてねから、
そう。やってあげるのか。いや、やらんまた待つ、が逆に期待してるんちゃいますか。でも、ツイッターやってるしっていう。あ、そうやったらいいですやん。ツイッターやってるの。そうそう、そうなんですよ、ね。スタートもいらんのちゃいますか。で、ブログってお前、スポンサーがついたりしたら、ツイッターは絶対儲かれへんやろ、あれは。はい。要するに、ブログはスポンサーがついたら儲かるらしいからやな。うん、そうみたいですね。うん、だから、事務所的にはツイッターより、それはブログの方がありがたいわな。まあそうなんですけど。アクセス数っていうのは大体変われへんの、ツイッターも、ブログも。あ、どうなんですか、ツイッター見てる人の方が多いと思う。今は。ツイッターの時代じゃない、なんかツイッターで。でもずっとやりとりしていかなあかんから邪魔くさいのか。あれ投げっぱなしでいいらしいよな。全然投げっぱなしでもいいですし、私は、だから自分発信で何かを報告するっていうのが多分向いてないんですよ。だから今日何やったの、なんて書こうかなってなっちゃうから、浮かばなくって、で、私は結構そのツイッターで質問されたりとか、相談されたりしたことにバーって答えてるので、その方が楽なんです。自分発信じゃないから。そう。だから、まあ、もうその人気が出るとかいうね、うん、そのブログは、うん、今日胸が1センチ大きくなっちゃったとか、なると男どもは食いつくらしいぞ。ふわっって。そうなんだ。そんなもんや、やっぱ世の中ってな。今日、紐パン切れちゃったとか。紐パン切れて、そんなブログいるそんな紐パンなくなったの例えば。そういう話が良くないよ。例えば載せないでしょ、紐パン。紐パン切れない。ほんとはお前さっさブログやってんのか、お前。やってます。今日冗談で、はい、紐パン切れちゃったって、はい、お前、あれ更新してみ。はい。すごい来るぞ、いや、知らない。やだ。でも、切れてないわけですよね、実際。嘘つくわけにはいかない。嘘つくわけよ。あんなもん嘘でええのちゃうか、ブログ。いやいや、嘘をつくか。冗談と取ってもらえればいいですけど。でも、急に。載せなきゃいけませんよ。紐パン切れたところ。ああ、どんなのも家で切ったら。ちょっと、やめて。パンツ見せるのも嫌よ。そうですよ。ブラの肩紐切れちゃった。いやいや。でもええねんで。まあ。でもええねんでって。でもええねんでって。変化欲しいやないか、あの生活に。でもそればっかネタにするのもなんか嫌じゃないですか。だから月に一回絞れたら追い込むってこと。いや、じゃあ絞れたら。はい。はい。いやいや、月に一回って別にええやろ。いや、乳首が黒ずんだとかね。いや、やだ。そしたら治療法とか教えてくれやるじゃん。いや、やだ。ない。優しい。急に黒くなりませんし、ほんで。やっぱ色素やしな、色素。あ、そうなんですか。沈騰しちゃって段階だ。全力やどめさん、こんばんは。こんばんは。札田さんが自ら育てられた札田米の PR イベントを行いました。はいはい、新潟、佐渡市のとコラボした、お米で、今年の5月の田植えから10月の稲刈りまで4度も佐渡に行き、米作りに奮闘したそうです。自分の名前がデカデカとついた米袋を見て、我が子のように嬉しいと笑顔で語り、食べさせたり、男性の存在には頑張りますとポツリ、理想の男性像は大食いの人がいいですねと語ってました。今回、持ってきているかどうかわかりませんが、ぜひさんまさん、このお米を食べて感想を聞かせてくださいって言うんですけど。ぜひ食べてもらいたいです。今日はちょっと持ってきてないんですけど。あ、よかった。よかった?10キロあんねんだよ、お前。違うんですよ。お前が買いに行かした、藤本に買いに行かした、米。どんだけお前が持って帰れ。違う。この間私もらったんですよ。いや、こんなちっちゃい、その一人用みたいなやつもあるんですよ。なので、それ、でもそこまで私今日頭回んなくてごめんなさい。ガメ持ってきてないかったんですけど。もう米あまり切ってんねん、もう。そうだ、まあ確かに新米の季節だったので。でもね、米ってもうね、一人ってもう減らない。減らないですね、確かに。米は減らない、家族の時なんかあっという間に減るんですよ。そうですね。米って。一日何個も食べる。一人って、やっぱり家で食べるで週に1回か2回なんです、俺なんかはね。ああ、そうか。週に1回2回で、1回で2合ぐらい炊くんですけども。それを。炊きすぎやわ、一回。炊きすぎ結構一人にしては。どれだけ炊いてますの、じゃあ、それを冷凍にするんですよ。いや、それで1合ずつも炊いて、何回か。たまんねえ。
あんまり食べるもん。すごい美味しいのができたんで、今度持ってきます。え、マジでええ米なのそれ。本当にいい米です。あの、佐渡の、本当に、トキと暮らす里って言って、トキとかが来るような田んぼなんですよ。その、まあ、無農薬のね。無農薬、あの、無農薬ではないんですけど、7割。無農薬ちゃうか。あの、今無農薬の方が流行ってるで。ほぼ無農薬で。今薬巻いてるからええ言われるで。違う。今無農薬が流行ってんねん、アヒルとかエンナウイ。正直言うと、薬巻いてんのかよ。いい薬やな。そうです。あの、悪い薬、そう、変な薬じゃなくて、7割減で、あの、やっておりまして。で、あの、本当に、向こうの方に行って、田植えから収穫まで、本当に私やって、自分の名前をそのままマイっていう字を、はい、米に変えて。里田マイのマイか。はいはいはい。なるほど。やってるんですけど、すごく美味しいです、本当に。これは私もあの、家族が一度、魚沼の田んぼを一旦、レンタルして米作りしたことありますけども、もう稲刈りが大変でした。あ、機械でやられたんですか？手で。手で。やだ。あれなんか大変ですよね。大変。あれは。まああの寿司屋の大将とかも来てもらってやったんですけど、はいはいはい、まあ大変やった。足腰に響きますよね。響く。そうなんですよ。私あのファンクラブツアーでみんなでやってたんですけど。ああ。いやあの要するに釜で。釜で、はい、やってもらって。これ腰痛いよ。頑張りを見せようと思ったらもう大変疲れるよね。そうですね。新米はでも美味しいもんな。今なんかでもあの弁当箱であのお米そのまま持って行って水入れて、うん、あのあ昼ご飯やな思ってあの弁当箱でスイッチ入れたらもうご飯が炊けるようになって上におかずのうちとったらその蒸気があったかくなって、弁当箱ではねもうご飯が炊けるやつ。すごい。だからそこはでもあったかいご飯がそのままできたというか。あ、それ助かりますね。すごいよね今。すごい。でも。はあ、そんなできんのか。お弁当箱にコンセントがついてるんで、コードが。うん、だからもう、あの、スイッチ入れたら、まあ、その職場でできるらしいよ。そうなんだ。どうぞ、ついてるんだ、コンセント。ついてるんでしょうね。電気がいるってことそうしかいるわな。うん、ただ今、弁当でもなんか抜いたらあったかくなるやつは。はい、できます。あれ、8分待つの邪魔くさいよね。そんなに待つの邪魔くさい。8分待つね、あれ。結構待ちますね、普通に。あれ待つ、待つ。あれじゃあ、さあ、ご飯、昼、弁当食べよう思って、あれ引っ張って待つのってすごい苦しいよね。長い、8分待つ。長いね、意外と。あ、ないやとか思うねんけどもな。こちら、まとめのマーガレットがいただきました。千里役の皆さん、こんばんは。こんばんは。先日深夜の音楽番組に柴谷ひとみさんが出演されてました。うん、司会の藤井隆さんが好きなタイプを聞いたところ、村上昌司さんと答えていらっしゃいました。その数日後、明石家電視台に柴谷ひとみさんがゲストに出演されていたのですが、昌司さん、アプローチはあったのでしょうかという。ほんまですかそれ。あ、ご存知なかったんですか。全然知らないです。島谷さんも言わなかったの、あの現場で不安なんですとか全然言ってくれてません。あれ、あの、ほら、本気ちゃうか。先生の力借りないとダメになったみたい。先生そろそろ発揮してもらわないと。だから、ええやんけ、柴谷ひとみと昌司、お前。いいですね。もう、むしろかわいいよ。歌も上手で。そう、先生、一肌脱いでいただきたい。お前、あの、お前、そんな、こんな、めったにないからね。はい。あんな綺麗な人が、昌司のファンっていうんで。はい。この間、名古屋手羽先という、はい、あの、うん、外人と、なんか、日本人のグループの漫才師。名古屋手羽先俺も知らんかったけど、名古屋手羽先っていうグループがいててな、今弁護士、旦那が弁護士で、アメリカ人で、で、奥さんが臨生検査員かなんかの、な、コンビで、結婚してないけど、日本人やけどね、奥様は。その二人の男外人が、庄司のファンや言うて、ほいで、あ、で、ずっと、あの、トーク調子悪かったから、はい、あら、これ売ってやるよと思って。あ、庄司のお前、ただ、ウェルカムデカムどこかもねんって、あれ、お前、庄司に言うてもうたらええねん。なんですか、それ。いや、俺、庄司好きやねんろもう、庄司さん大好きで、あ、うわ、山寺の、それ何ですか気なのに。は、気なのに。すいません。すいません。すいません。うん。慌ててピースが他の会社やねんけど、フォローしとった。僕らできますとか言ってね。
うわぁ、あんなこと言うて、お前、せっかくなぁ、美味しいの振ったら思ったらやなぁ。もう、ものすごい正直のこと付き合えて、全然知らんなかった、正直のこと。あれ、ついでに言うてまうねやな、あのこと。あれは、かわいそうやったわ。かわいそうって私がかわいそうやった。あんた、いらんこと言わんでええの。聞きたくなかったですよ、ね。お前、全然知らんかったでって。それで、私に答えてるから。かわいそうやったわ、じゃなくて。聞きたくなかったですよ。そういう話言いません。だから、あの、名古屋手羽先も、ええ加減に正直不安言うとるから、はい、これ島谷さんもええ加減に不安言うとるかも。かわかりませんね。ええー、な、お前。島谷さん。振り覚えとかなかんな。え振り振り。島谷さんの。あんまいいな、と思って。またやってる。なんか泳いでるみたいな。そんな感じだった違う。そんな感じだったよ。そんな感じだった。ええなぁ。俺は嬉しいもんやから。うん、だからお前らも言えよ、俺の名前。こんだけはまあ取り上げてくれんだけど、ラジオで。ファンや言うただけで。正直のファンや言うたかって、こんだけ取り上げてあげるんだよ。おしまい。村上ブログのコーナー。いえ。さあ、やっとこそ信玄餅が俺、多分ディレクターがね、新郎が多分信玄餅こうできてると思いますって言うから、ツアーの話は出てなかったなぁ。そんなに、あ、そうなんだ。謝ることないと思うけど。あ、そうですかね。うん、高橋かな、よう持ってきてくれてるから、そう思うから。じゃあ、パーカーやろ。パーカー。パーカー、パーカー。はい、分かった。はい、読めアホ。あ、はい。アホって言われたんだって。お前持ってきたのに。行く、行きますよ。行けなかったら取れなかったの。そうですね。千葉県のビアンコネロさんからです。これ安い方やね。安い方や、ね。嘘や。高かったよ。高いこれ。じゃあいつもお前、舞ちゃんのマネージャーがお前持ってきてくれるやつもっといいや。布には入ってるやつやぞ、お前。そうそうそう。持ってくるな。一緒じゃないの？一緒じゃないわ、これ。そうなんだ。すいません。はい、読めはよ。はい、行きます。11月8日、佐渡田がレギュラー出演しているラジオガンブグちょっともう一回読んでくれないほんと。ほんとすいません。めちゃくちゃやな。早口言葉、したらあかんやろ。はい。びっくりしちゃった今。頑張ります。佐渡田がレギュラー。ガンブイブロープなんて言ったのなんて言ったのわかりません。佐渡田がレギュラー出演しているラジオ番組に、あややがゲスト出演した。コーヒーショップで彼氏が知らない女と楽しそうに話している。楽しそうに話しているのを見つけた。さあどうするというテーマに対して、佐藤は彼氏に、お疲れ様です。後で連絡します。と答えた。あややは、カシャと答えた。こっそり証拠写真を撮り、後で彼氏を問い詰めるという意味だった。あかんなあ。コーヒーショップという設定を完全に忘れとる。そこは、サミチーノ、カプチーノと言いながら、彼氏に近づき、ボンジュー、マジェ。あのな、庄司のギャグをかまんといてあげて。庄司がかっこ悪いから。庄司が台本やで、ウェルカムでかもどこかもって知らんねん、名古屋とか。ズームも知らんかった。ズームも知らんかった。もういいから、もう。ほんとすいません。ボンジュー、マドマジェル、かき混ぜると叫びながら、知らない女のコーヒーをかき混ぜると答えなあかんやろ。ところで、高橋やったらどうする？すいません。こういうか、あったんだ。ラジオで。そうです、そうです。コーナーが。これ、だから要するにあれやろ、松浦は、写真撮った後で、これなんやねんって言うんだろ。そうです、証拠写真を残して。で、だからその、浮気相手がいるところに押しかけていくのはあれだし、人目気にするでしょ、きっと、ざわざわしてるし。だから、こっそり撮っといて、後で、問い詰める。そう、会った時に問い詰める。もう、分かれるよ、松浦。違う女とな。はいはいはい。違う、それが確実浮気っていう現場であれば分かれますよ、私は。なぁ。はい。小倉君の場合、大変やったもんな、こんなら。え、小倉君だよ。え？小倉俊。小栗旬君。小栗旬何やった？いや、ラボー履いてから出てくるまでずっと撮られとったけど。山田優ちゃんは寛大やからそれぐらい許してくれるんじゃないかなみたいな。すげえ。
すごい寛大。全部取られとったらしいよ。もう、ああいうの許してほしくないよね。あれ許してもらった方が怖いよね。ああいうのってもう一生言われるんだらもう、許してくれない方がいい、ああいうのって。まあ、おりもなぁ、しゃあないわね、今モテ期やからなぁ。モテますもんね、そら。モテモテやろ。こればっかりはしゃあないわね、誘惑に勝たれへんわな、なかなか。かっこ悪いよなぁ、ラブから。さあ、続いていきましょうか、さすが。私から行きます。はい。福岡県。超前からちゃう。もう、愛ちゃん言ったの。読んだ。あ、そうです。うん。ごめんなさい。なんなの？福岡県のチンドンシャテターンさん。11月12日お前らもう二人ともそんなことラジオやってる11月12日お前俺元ヤンタやってたよねちょっと急スタジオに来ると高橋と松浦が話をしていたので内容を聞くとさんまさんが高橋の誕生日プレゼントをくれないので、松浦に催促をお願いしていたようや、確かにヤンムスの中では一番さんまさんに強く言えて渡り合えるのは、姫路女、松浦しかおらん、うん、きっと今週の放送中も高橋と里田の胸が小さい話題になって松浦の胸の大きさを突っ込んでくるあやや定食を繰り広げているんやろうな、そやけど高橋も段ボールを用意してもらって、即興劇を即興劇で演じた、大量の段ボールを蹴り飛ばしていい加減誕生日プレゼント持ってこいよさんまと強気で言ったら持ってくるかもしれへんで、うん、はい、荷物とあるんだあれ最初の電子頃もう忘れてしまってた、ね、さて、はい、そう、あかん、もう、噛み倒すわや、たどたどしいわやな。すいません、やっぱすいません、あれね、お前、自分でラジオやって、はい、それから、お前、ヤンタンもこれ、お前、もう先輩やねんで、はい、そうですね。ちょっと今、しっかりしたとこやっぱ見せたかった。それが、裏目。さすがだな、わかるわかる。あるある、それはある。わかりますわかる、ごめん、それは俺たち一番な、ここで後輩の前で、飲みしたるぞ、お前、よーすぐ。久しぶりに来たからこそ、そう、わかるわかる、与えられたことはちゃんとと思ったんですけど、笑いすぎ人な、まあ、はがきが読むの下手やったらけんだけだ笑いやがってこの松浦、いやだって面白すぎるでしょ人が失敗してんねん、そうですね、何笑うとお前がどんだけうまく読めんねん、そしたらそういうことじゃないんですけど、そうやないか、お前そんなが一生懸命読んでんのにやな、いやもうびっくりって何がや、確かにこの歌今のもう最低もう最低やった、確かに、あおかしい、あ松浦目を見せろと言ったら、はい、頑張ります。千葉県オレンジの6番さんからです。11月10日、里田が僕に相談してきた。庄司さん、私藤岡藤巻さんと続親父の心に灯った小さな火というシングルを発売したんですけど、うん、全然売れないんです前作の親父の心に灯った小さな火も売れなかったんですけど、藤岡藤巻さんがポニョで紅白に出たということでリベンジしたんですけど、今度もダメで、どうしたらいいと思いますか？里田、きついな。それにしてもどうして売れると思ったんやろな。それならトラブリューのロードの逆バージョンとして、続々親父の心に灯った小さな火みたいに売れるまでどんどん出していくのはどうや。もしかしたら4作目ぐらいでブレイクするかもしれへんで。ほんまやろね、さすが松浦、髪はしなかった、髪はしなかった、しっかり読んで、さすがに、さすが根性座ってるな、おいヤンキーの娘さすがお前根性座ってるな、すごいな、 DNA でしょうな、俺はえ、どうぞ、藤岡藤巻さんと出してんの？はい、出したんです。2007年に、実はデュエットでムード歌謡を出させていただいて、うん。2007年に？そうなんです。出したんですけど、うん、全く売れなかったんですね。うん、で、まあ、2008年は、ポニョで、藤岡藤巻さんは、ブレイクの大丈夫、はい。で、私まあ、ヘキサゴンとかで、紅白出ることができて、うん、なので、ちょっと安易な考えで、次もう一回出したら、売れるんじゃないかってことで、うん、もう一回リベンジとして出したんですけど、売れなかったんですけど、うんうん、まあそんなに今や DVD とか CD が売れる世の中ではありませんからね。そうなんです。まあ、うん、なんとなく自分でもちょっと売れないんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ってたんですけど。藤岡藤巻さんっていうのは大体パロディーソングですからね。はい、自ら曲をちゃんと作るタイプじゃ。
ないですね。はいはい、そうなんですよ。それもパロディーソングやったのか。そうなんです。あの、OL の、私が OL 役で、藤岡藤巻さんが上司の、うん、あの、おじさんの役で、うんうん、ちょっとそのおじさんたちが、その、後輩の女の子、新入社員の女の子に、ちょっとこう恋をするっていう、うん。でも女の子はちょっと嫌がってるっていう、親父みたいな感じで。うん、なるほど。ちょっとこう、ストーリー性のある曲なんで。藤岡藤巻さんの、要するに曲を使ったんだ。そうです。ああ、そうか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 。違います。違うオリジナルです。あ、オリジナルです。あ、だから、藤岡藤巻さんが作られた。作ります。それは確かです。それで、それで。元々だった曲をカバーかなと思って。ああ、藤岡藤巻さんって、普通にそういうね、はい、社員に嫌われたとか、はいはい、あの、嫁さんに逃げられたとか、はい、そういう歌が多いですからね。大手にだよ。すいません、二転三転してしまいました。二転三転して元に戻った初めてや。いやでも、今回、AKB が100万枚突破、はい、すごいですよね。3年ぶりやんやろ。何やろ、あれは一人が何、天の風に一人が結構かかる。あの、商法は、すごいっていうのか、おいおい、これやめたれよっていうのか、ね、我々、関係ない立場から行くと、まあ、商売としてはうまいし、買う人は買う人で勝手やから、それは全然いいんですけどね。5万枚で大ヒットでしょ？そうですね。会いたかった、会いたかったのあれ5万枚らしいな。あ、そうなんですか、はい、あれたった5万枚であれだけ一番ヒットしてるんですよ。で、今度の歌は100万枚売れてるんですけど、はい、さあどんな歌やって聞かれたら誰も知らんのです。あ、なんか。え、いや、わかんないです。ごめんなさい。なんでもないです。今ちょっと、どうしようかな。いやいや、今のこの100万枚の歌。あれは、あの、あいおちゅーいやのは、あれはまた何よ、歌ですかね。それ、ほっぺにちゅーって。何それ何それあいおんちゅー。ヘビーローテーション。ヘビーローテーション。あれ結構流行ったじゃん。あれも結構。名古屋ってまさか知らんかったね。あいおんちゅー。あれ、ほっぺにちゅー。じゃなくて、あいおん、あれ、あの歌可愛いもんな、まあ。可愛い、可愛いから。それも、それじゃないんですよ、今の。今、ビギナっていう。なんかもうちょっとこう違う曲です。かっこいい、かっこいい感じ。すごいよね。それはあら、AKB の A チーム、K チーム、B チームが同じ曲を歌うの、あのステージで。なんか AKB で違う曲を作ってんの。AKB で A チーム、B チーム、K チームでそれぞれ公演をやってるんですよ。だから歌は同じ、曲は同じ、歌は。いや違う曲とかいろいろ同じ曲を違うチームが歌ったりとか。おじゃろ、それ言うてる。あ、すいません、またちょっと二点三点しちゃった。また元へ戻った。また戻った。ほんと弱足踏みするね。はい、もう中。オペに中。おしまい。はい。高橋愛は噛みませんのコーナー。このコーナーは私高橋愛がモーニング娘。のリーダーとしてライブステージの MC やメディア出演でこれから噛むことがないように滑舌を良くするコーナーです。ヤムスメンバーも今後のためにチャレンジしますので、さんま先生、誰の舌が滑らかだったか評価お願いします。もう今日はもう、高橋はね、もう全くダメ。佐藤はもうダメと。あ、私も巻き添え。今日巻き添えじゃない。巻き添え。あの、巻き添えとかいう言葉はおかしいと思う。さっき2点3点もおかしいし、本当は。私、そんなにミスしてないと思うんです。だから、ちゃんと、はい、あの、早口言葉やからね、これは。はい、早口言葉。俺はもう無理やわ。これ、松浦しかあかんわ。はい、松浦が意外とうまかったのよ。うまいです。うん。でもちょっとこれ、難しいよね。難しい。さあ、最初から一つ目のお題。はい、お願いします。お題です。姫路市ラジオネーム、パチョレックさんからいただきました。ニンニク、肉味噌。味噌、煮込みにくい。はぁ、難しい。ニンニク、肉味噌、味噌、煮込みにくい。ニンニク、味噌、肉、肉、煮込みにくいか。あ、いけるかな、いけるかも。さあ、高橋、行きましょう、どうぞ。はい。ニンニク、肉味噌、味噌、煮込みにくい。あれ？いけるかもって言って。全然ですよ。ニンニク、肉味噌、行きましょう。行きましょう。味噌、煮込みにくい。いきます。ニンニク、肉味噌、味噌、ニンニク、ニンニク、味噌、煮込みにくい。ニンニク、肉味噌、味噌、煮込みにくい。煮込みにくい。論外。惜しい。論外。惜しいじゃないと思う。論外や、お前だけは。理解したんだけどな。理解、意味がわからない。なんでいけそうだ。次、札だよ。
ニンニクミスニコミスニコあれいいよいいよいいよ、ニンニク肉味噌そこで噛むのおかしいやさとさ今もういつからやって誰が続けろ言うてる人が今いい、はい、ニンニク肉味噌はい、筋肉みたいな、はい、筋ってないです、はい、ニンニク筋肉って分からないんで筋肉、はい、集中します、入ってないから筋なんて、はい、あよせーもう、はい、ニンニク肉味噌味噌肉味噌ニンニク味噌肉ニンニク味噌肉あニンニク味噌肉あああれおざおりなのダメあれはあれはダメじゃあおじいでニンニク肉味噌味噌肉味噌やからはいどうぞニンニク味噌肉あれちょっと待ってあんた味噌肉下手やねあ肉味噌ニンニク肉味噌はいはいどうぞニンニク肉味噌味噌肉味ニンニク味噌味噌味噌肉肉肉マッチだお前これマッチだよお前これはもう待って本当にこれマッチだよもうしんどいあしんどいあれ早くせよお前はちゃんとはいニンニク肉味噌味噌煮込み肉早口言葉早口言葉だ早せーの、はい、ニンニク肉味噌味噌煮込みにくいニンニク肉味噌味噌煮込みにくいニンニク肉味噌味噌煮込みにくいすごいちょっと遅いけどまあええとしょもうやだもうやだまあまあだからやっぱ松浦一番ね滑舌はっきりするからもうやだもうやだもう、はい、次行こう次行こうお題です。池田市ラジオネームモスビーさんからいただきました。おあややあややにお謝りなさい。どういう意味？おあやや、あややにお謝りなさい。お謝りか。おあやさんが、あややさんに謝りなさいっていう。これはあの、アナウンサーのテストでもありますから。これはもう本当の早口言葉ですよね。おやや、あややにお謝りなさい。いきましょうか。はい。おあやや。おおじゃない。おさむちゃんってやつやから。おおじゃない。そのまま、おえ。おおおや。おおさむちゃんって。おあやや。おあやや。おで一回切らない。おややや。あややにお謝りなさいよね。すみません。おあやや、あややに、おややなさい。おやや。おやややや。お前、そんなあかんわ。いや、いけますか、ジャイマンさん。いけます、いけます。いけます、これ。あ、いけ。おやや、おややに、謝りなさい。おやや、あややに、おや謝りなさい。おやや、あややに、おや謝りなさい。やが多い、やが多いから、絶対に。いや。いや。もう、いやよ。いや、いや、ちょっと、これ難しい。いや、多すぎる。俺、完璧出たんじゃん。あややに、おや、おや。お謝りですよ。お謝り。おや謝りなさい。じゃ、お謝り。お謝りなさい。おやさい。お謝りなさい。お謝りなさい。お謝りなさい。あ、入るんだ。ああ。これさっき、聞いてたら、あ、入ってましたよ。どれ入ってた今さっき、そう、ここ紙ないんだけど、さっきは、お謝りなさいって言ってた。おや、あ、そうなの？うん。あーやて。お謝りなさい。あらへんね。お謝りなさい。これ多分大丈夫だ。いける。あ、これはもういけるやろ。これはいけそう。はい、どうぞ。おあやや、あややにお謝りなさい。さこれセリフちゃうやん。おやや、あやや、ね、おや、おやまりなさいって。めっちゃ込めた方がいい。セリフ、セリフ、早口言葉。優しい、これ、優しいおばあさんが言ってたよ。おやまりなさい。あ、そう。はい、どうぞ。おあやや、あややにおやまりなさい。おあやや、あややにおやまりなさい。おあやや、あややにおやまりなさい。ちょっと感情が入っちゃう。感情入っちゃう。感情入っちゃう。入っちゃう。入っちゃう。セリフじゃないから、これ。違う。もうやだ。もうなんなの。はい、松浦ちゃんと見よう見せたら、お前は。もう時間もないのに。頑張ります。ああ。おあやや、あややにお謝りなさい。おあやや、あややにお謝りなさい。おあやや、あややにお謝りなさい。なんで？すごいわ。俺松浦、お前はアナウンサーいけるわ。え、そうですか。ああ。すごいわ。すごい。じゃあ、お前ら一つ。なんでできないのかがわかんない、私。いやいや、でも、さっきのニンニクのいけそうでしたよ。あの、気持ち込む、込めすぎやまり。感情、感情入りすぎねえな。おや、謝りなさい。おじまい、もう歌や、もう。はい、松浦の歌や。あ、そうです。11月の24日に、クイックより
リンクミートやる。何を言ったんだろう。はよせ。アルバムが出ます。聴いてください。The Difference。だから面白いのよ。すべて違うから。Yes, it's a difference. だから面白いのよ。時は甘いのが酸っぱくなったり、弱者が強者になったり、そしてすべては思い通りにいかないものなのよ。それが現実。だから面白いのよ。They got small money, they got round and square money too. They got money out in China, they got money in Timbuktu. Ah, you know they got plenty of money where the Pope lives. That's right, you know they got all kinds of people. They got black, brown people, and red. They got blue eyes, they got red eyes. They got all kinds of hair up on their head. They got yellow hair, they got nappy hair. They got hair that's upside down. だけどどこに行こうと一つだけ確かなことがあるわ。それが違いっていう一つずつ時間があまりにもね、はい、お謝りくださいがお母さんのせいでちょっと伸びてしまったね。マイマイのせいで、あんな早口言葉を感情込めて、もう初めて、お前アナウンサー試験が滑るからね。あれはあれは落ちる。一番雰囲気はアナウンサー雰囲気あるね。今日の服もね、ピアノの先生みたいな、はい、さあ、もうこれはもう、お前はあかんから、うん、今日はもう札だと松浦に。私この間すごいダメって言われました。私お前いけるいける、今日はもうなんか、しっかりしてきたから、お前しっかりしてきた。高橋いけ、はい、明石市の明石のプチさんからです。もう散らさないで、散らさないで。やる気ないんやろお前。やる気ありますよ。ない。え、お前だから散らさないでっていうことやから、散らさないでっていうことや。はい、はい、もう散らさないちゃう、もうがちゃうねん。怒ってないと、まあ、じゃあ怒ってた、もう言うたるわな。はい、太ももずっと触っとんねん、その男はな。もう、はい、もう散らさないで。怒ってるとかで知らんおっさんやから、知らんおっさんに触らんから、それはもうってなりますよ。嫌だった。いや、違うおっさんじゃん。それだったら、こらえ。こんな優しい言葉言えないよ。もう、じゃないよ。はい。あかん、もう、お前。お前、お前と松浦とか外来たら、お前な、また余計頭になってしまう癖があるから。なんでだろう。なんでやねん。さぞ頼むよ。はい、お前、早口言葉でも感情入れられてくれやから。これ、お前の。これ、お前の。これ、お前の。わかりました。西宮市の肉巻きさん。西宮市。あ、ごめんなさい。西宮市の肉巻きさん。何もしたい。いや、よかったよ。何て言った今。何て言った。
るもんぺよ、もんぺちゃんとやって、ごめんごめん。お願いします。何もしないって言ったじゃん。じゃあ、あの、さつさん、ちょっとね、芝居臭すぎるんで、昼ドラみたいになってるんで、もうちょっとこう、あっさり、こう、セクシーにお願いします。ごめんごめん。はい、何もしないって、言ったじゃん。さつさん、なんか違う。でも一番近いじゃん。でもちょっと、最初の、まだ響かないでね、うん、やってんねんけど、うん、気持ちがこもってないからさすが、はい、松浦、お前らどう言えばいいかわかんないんだよな。やってからや、お前も、はい、はい、大阪市のヘモグロビンさんからです。何度も言わせないのダーメ。何てれるな、お前は。いやだって見て、ダーメこういう目線がさ、波打ってんの。何度も言わせないでダメやろ。何度も言わせないでダメ。ダメダメダメボーイ。はよせやよ。はい、頑張れ。何度も言わせないのダメ。じゃもうお前やる気ないよ。いやー、ダメ。はよしまいし、終わりや。さあ、今日はね、松浦と笹田に来てもらいましたけども、はい、もう松浦が今このアルバムをね、はい、くれまして、はい、またこれもらってしまったというやつなんですけどね。なんでですか、聞いてください。じゃあ、いや、もう本当にいつも、モー娘。にはもうくれんといてくれ言うてるんですよ。でもだから、うん、サインはしませんでした。あ、ありがとう、うん、ありがとうって。でもそれあげないじゃんか、松浦のファンにね。そういうのもあるし、さんまさんが聞かないで撮っておいて、なんかどこに行ったか分かんなくなるんだったら、聞いてくれる方のところに回ってくれた方が。そう、お前はやっぱりしっかりしてるわ。お前ら、でもただね、今回ね、渡瀬橋が入ってるから、はい、これはね、俺はちょっと今日聞いてしまうわけやな。聞いてください。森高さんがコーラスしてリコーダー吹いてくださってるので、ね、すごい。矢雲神社にお参りする、あれは私の中の心の名曲ですからね。ね、佐藤さん、はい、これ次回また来るやろうけど、はい、早口言葉と、はい、言わせませんを入れ替えてきて、はい、気持ちいい。はい、もう入れ替えてきてくれな。なんか早口言葉感情込められたらもうあかんもん。そうですね、はい、ちょっと修正してきます。はい、お相手は明石家さんま、村上翔司、モーニング娘。の高橋愛斗、松浦綾と佐藤舞でした。また来週お会いしましょう。さよなら、さよなら。